どうも枝豆です。今回は全カテゴリーの出場選手をまとめつつ個人的な注目選手について喋っていきます。みんなの注目選手ぜひ教えてください。まずはソロからいきます。個人的に注目しているのはもみまるポノ H ハスマックスです。まずもみまるさんから喋っていきますか。日本人ソロ出場4人目かな。彼の投稿を見てる限りこれがラストの大舞台っぽいですよね。会社も立ち上げて家族も抱えてるものが今までとは違うと。プレイヤーとしての終点が GBB っていうドラマ見てきたヘッズとしては熱くなるよね。そしてポノ、持ってるものは本当に一線級なんですよね。半端ない爆発力を秘めてるプレイヤーで、ポノをこの舞台で見たかった。ほんとそれだけなんだけど、とうとう見れるね。楽しみすぎる。そして H アス、世界トップクラスのポテンシャルを持ってる男ですよね。 GBB19 の彼のエリミネーション見てほしい。戻ってきた怪物がどんなものを見せるのかってところが本当に楽しみ。そしてマックス、個人的に一番注目してるプレイヤーです。勝ってる姿が容易に想像できるんだよね。最近のプレイヤーではないってところもすごく胸熱。大暴れしてほしい。そしてタックはこんな感じ。俺が注目してるチームはジャイロ、ジャックポット、ロータスです。でジャイロに関してはショーケースとかバトルをしてる姿が現時点では全く想像がつかないんですよね。どんな雰囲気を作ってくるんだろう。この未知数な怖さがあってすごくワクワクしてるチームです。そしてジャックポット、2年連続の出場ですね。前回の反省点を生かして間違いなく改善してくる。2人が持ってるものはマジ半端ないし、タックとしての完成度も異常なくらい高いから楽しみがすぎるね。そしてロータス、ステージ上で爆発してそうですね。ワールドカードが半端なくクレイジーだったっていうのもあるし、新生が GBB に殴り込む行く感じが最高にワクワクする。マジで頑張ってほしい。そしてループはこんな感じで、最初に言っておくんですけど、俺はそのループのビッグファンではないんですよね。まあ、なんで個人的に楽しみな方だけ喋っていきます。まあ、そのビッツキットね、まだ戦うんだ。マジでかっこいいね。前回王者はソロとループに出場するみたいですね。マジで意味がわからない。総合的にビートボックスが上手すぎる世界1位です。今年もやばいんだろうね。そしてプレッツ、ワイルドカード総合順位1位、21年のベストバートを生んだ男です。この安定感と爆発力を兼ね備えているステータスが高すぎる男なんですけど、今年は間違いなくパワーアップしてきてるんで超楽しみ。そしてプロデューサー部門はこんな感じ。個人的に気になるのはフロスティと KBA ですね。まあ、フロスティに関しては21年ループバイスチャンピオンです。今年からできた部門で何を見せるのか非常に楽しみですよね。特にフロスティはワイルドカード通過で参加するわけではないので未知数のところが非常にワクワクしますね。そして KBA、 個人的にバロンと同じぐらいの注目度があるルーパーなんですけど、実力が本当に底知れない。毎度このクリエイティビティにビビらされてる。超楽しみ。そしてクルーはこんな感じ。まあ、個人的に注目なのはヤナーハとディズボーですね。まあ、ヤナハに関してはこのグループのワイルドカード、今までのクルーワイルドカードの中で一番だったんじゃねってレベルだったよね。ロシアパワー半端なさすぎる。ステージ上ではまあ間違いなく暴れるでしょう。そしてディズボー、正直ねクルーの中で一番怖い。ワイルドカード見たらわかるけど想像力も半端ないし、今までになかったスタイルだよね。このチームがこれ以上にクレイジーなものを持ってきたらもう止められないよね。そしてアンダー18はこんな感じ。個人的に注目してるのはミクルズ、レンシー、ワンド、サーペントですね。ミクルズ、フロムウクライナですね。まあ、皆さんご存知の通り結構厳しい環境にいたわけで、その中で切り開いた GBB への道と、何か特別な理由があるわけではないんですけど、なんか応援したくなるんですよね。頑張ってほしい。そして、レンシーなんですけど、最近で一番名前見るアンダー18プレイヤーじゃないですか。マジでスキル半端ないし、ポテンシャルを考えるのが怖い。ずっと前から注目されてたプレイヤーで、とうとう GBB という大舞台で見れると楽しみだね。そしてバンド、彼のワイルドカードリピートしたって方何人もいそう。マジで良すぎたよね。今一番流行りのスタイルをものすごく綺麗にこなすプレイヤーですね。エリミネーション今すぐにでも見たいです。そしてサーペント、個人的に今回の GBB 全ての部門の中で一番のフロートグルーブ持ってたカードだったと思います。アンダー18で一番注目してるプレイヤーです。楽しみすぎる。ステージ上でもこのフローを聞かせてくれるのかな。以上です。皆さんの注目している選手とか自由に感想をぜひ書いていってください。バイバイ。